この動画は、以下の内容を含みます。これが嫌な方はブラウザバックを推奨します。噂の踊り場は、ここだね。え、あんなところで立ち止まって何してるんだろう？急に踊り場で立ち止まり、大きな鏡を凝視している少年たちを、ルナは廊下の壁に隠れて見ていた。どう？何か起きそう？いや、別に何も起きそうにないね。そもそも今4時44分じゃないし。4時44分だったら何が起こるんだろう？じゃあ、次の場所に。今の音は何？金属音っぽかったけど。古い学校だし、ネズミか何かがパイプに当たったんじゃない？早く次のところ行こう。ね。そうだね。行こうか。危なかった。危うく見つかっちゃうところだったわ。普段は排水管の位置など気にもしていなかったため、音を立てた自分が一番驚いたようだ。今のことで少し警戒してるかもしれないから、一応のため、少し距離をとってあの子たちを追わないとね。ルナは耳を澄まし、あの3人が2階まで上がったことを確認してから、そっと後を追った。ここの噂は、人体模型だったっけ？うん、夜になると人体模型がなくなった心臓を探すために動き出すんだよ。あれ？でも、その人体模型、心臓がもうついてない？え？本当だ。じゃあ、この噂はデマだったのかな？多分そうじゃない。一つの学校に2つも人体模型は置いてないだろうし。人体模型？心臓？あ、前に見つけたあれね。実は、まだルナがここに来て間もない頃、血のボトルを保管するところを探していた時に心臓を見つけていたのだ。当初は知らなかったものの、ここで暮らしているうちにそれが人体模型のものだと気づき、戻しておいたのだ。ここの探索は終わったんだし、早く次のところに行こうよ。次は、音楽室か。確かさっき通り過ぎたところだから、向こうだよね。よし、次で最後だね。ようやく終わるのね。それで、最後はどこだっけ？1階女子トイレの奥から3個目のトイレにいるって言われてる、トイレの花子さんだね。花子さんっていうのは知らない名前だけど、1階のトイレに行くのね。ここに来て、ルナの心にちょっとしたいたずら心が芽生えた。先回りしてちょっと脅かしちゃおうっと。確か奥から3つ目だったよね。ルナが先回りをして女子トイレに隠れようとすると、奥から3つ目のドアが開かなかった。そういえばこのトイレ、ドアが歪んでて開きが悪いんだったわね。あまりゆっくりしているとあの3人が来てしまうため、ルナは上から入ることにした。はぁ、早く帰りたい。いつも強気な美代子も心霊スポットにはかなわないか。でも、早く帰りたいっていうのは私も同感だわ。外は真っ暗よ。まあ、それもそうだね。それで、ここは女子トイレだし、美代子か舞が行ってきてよ。え、嫌だよ、怖い。せめて、じゃんけんで負けた子が行くってことにしようよ。わかったよ。じゃんけん。ポン。なんでこういう時に限って負けちゃうのよ。う？行ってくる。奥から3番目だから、ここ、よね。お、やっと来たかな？前はもう一度トイレの数を数えてから、ルナの入っているトイレに近づいていった。はぁなあこさーん。あー遊び言いましょう。来た来た。ルナはあえてこの呼びかけに答えなかった。よかったー。返事がなかった。遊んでくれないの？びっくりした。鼓膜破けるかと思ったわ。舞、大丈夫？何があったの？二人とも、返事した。花子さん返事した。そんなわけないだろ。見てなさい。はぁなあこさーん。あー遊び言いましょう。今度は少し思考を変えてみようかな。ほら、何にも起きないでしょ。え？
なんで扉をノックする音が。やっぱり花子さんがいたんだよ。あ、やっちゃった。一瞬どうしようか迷ったルナだったが、ここまで来たら引くわけにもいかず、出て行って脅かすことにした。なんで怖がるの？私怖くないよ。ルナの思惑通り、少年たちは逃げていった。しかし、三人のうち一人だけ逃げてない子供がいた。あれ？もしかして、びっくりしすぎて腰抜かしちゃった？そっと近づいてみたが、まるで反応を示さなかった。え、気絶してる。というより、痙攣してる。どうやら、恐怖が限界を超えてしまったようだ。脅かしすぎちゃったかな？でも、この子どうしよう。まあ、選択肢なんてないか。ルナは前を背負い、あの二人を追い。かけるとまた気絶されかねないので、昇降口に向かった。ここに転がしとけば、見つけて連れ帰ってくれるよね。前を転がしてからルナは来た道を戻り、身を隠した。やっと来たわね。なんなのあれ？知らないよ。あれ、前は、前がいない？え、嘘でしょ？まさか花子さんに捕まったんじゃ。探しに戻ろう。え、あと数十メートル行ったところにあの子を転がしといたのに戻っちゃうの？はぁ、しょうがないな。待ち構えてたら変だし、一旦隠れとこうかな。おい、前、どこだ？返事をしろ。トイレ前まで戻ったのに、どこにもいない？やっぱり花子さんに捕まったんじゃ。なんで逃げるの？遊んでほしいだけなのに。お前、前をどこにやった？前、あのお姉ちゃんのこと？そうよ、あの子はどこに行ったの？あのお姉ちゃんなら、お話ししようとしても返事してくれなかったから、お外に捨てちゃった。捨てたって？でも、お姉ちゃんたちは遊んでくれるよね？その時ルナが浮かべた笑顔は、少年たちにはこれ以上なく恐ろしいものに見えたことであろう。逃げるぞ。鬼ごっこ？じゃあ、私が鬼ね。そろそろ追いかけるのをやめてもいいよね。このまま追いかけると、あの子供が再び置き去りにされるかもしれないと思い、ルナは途中で追跡をやめた。あそこに前がいた。花子さんは、逃げ切った？いや、さっきもトイレから出てこれてたし、いつまた襲ってくるかわからない。早く逃げよう。あの子たち、ちゃんと家まで帰れるんでしょうね。いや、ここから麓まで道さえ通ってれば一本道だし、さすがに大丈夫だよね。多少心配なルナだったが、程よく割り切ることにした。